ゾウ、キリン、クジラ、ライオンは、そうでもないかな。あら、タヌキさん、図鑑とにらめっこしながら何してるのかしら。あ、キツネさん、今日は暇つぶしに、巨大な動物にどんなのがいるか探してたんだけど、キツネさんって、僕の知らないような巨大な動物って知ってたりする？そうね。さっき名前を挙げてたからネタバレをすると、現存する世界最大の動物はシロナガスクジラで、平均20から34メートル、体重は80から190トンにもなるんだけど、最大サイズのものになると34メートルという、マンションの11から12階に匹敵する大きさのものもいるのよね。ゾウと比較にならないレベルのサイズだった。やっぱり、地上だと体が重いけど、海の中ならそこまで大きくなれるのかな。それも一理あるけど、現存する生き物にとらわれないなら、もっと大きな生き物もいるわよ。へ。というわけで今回は、巨大な恐竜ランキングについて紹介するわ。は。大きな生き物といえば恐竜がいるんだった。かつて地球上に生息していた爬虫類の祖先の恐竜たちは、現代の動物たちと比較にならないような巨大な体を持ち、地上を支配していて、今でも化石が発掘されたり、古代の地球の様子を知る上で、大きなヒントになっているわね。それに巨大だからワクワクするよね。今回のランキングを紹介する前の諸注意だけど、恐竜のデータというのは、本やネットの情報でも、参照元のデータによって数値が異なるから、その中でも、最小と最大の身長や体重のデータを参考にしてランキングを作ってみたわ。体長や体重の大きいものほど上位なんだけど、今後の研究で変化することもあるわ。恐竜は実物が確認できないからね。そうそう、新化石が発掘されて、記録がコロコロ変わることもあるからね。それじゃあ、第10位から、巨大な恐竜を見ていきましょうか。僕の好きなティラノサウルスは入ってるかな？まず第10位は、トゥリアサウルスよ。なんだか、最初から全く知らない恐竜が出てきたけど、でかい。トゥリアサウルスは、スペインで確認されている約1億4000万年前のジュラ紀、白亜紀に生息していた恐竜で、体長は約30メートル、体重は40から50トンにもなるのよ。10位からもうでかすぎるんですけど。この時点で、平均的なシロナガスクジラのサイズを超えるぐらいのサイズだからね。ちなみに、タヌキさんの好きなティラノサウルスは最大でも約13メートルと言われているからこれぐらいね。僕の巨大で最強のイメージが崩れる。トゥリアサウルスは、ヨーロッパで発見されている中では、最大級のサイズの恐竜で、発見された約 50% 分の化石から、推定35から39メートル、体重は40から48トンもあると思われ、大人の象の6から7倍ものサイズであると考えられていたんだけど、2010年に完全な状態に近い化石がさらに発掘されたことで、体長は推定30メートル程度であることが判明したわ。こんな風に首の長い恐竜って、他にも有名なのいなかった。多分それはブラキオサウルスでしょうね。ブラキオサウルスの体高は16メートルと高いんだけど、体長は約25メートルと小さく、今回のランキングでは残念ながら圏外になってしまったわ。いや、25メートルもかなりの大きさだからね。次に第9位はディプロドクスよ。ディプロドクスは中生代ジュラ紀の北アメリカ大陸に生息していた大型草食恐竜で、その体長は約20から33メートル、体重は10から20トンだったと言われているわ。またも30メートル超えがこんなにうじゃうじゃいるなんて。その骨格から俗名に二重の針を持つものを意味するラテン語が付けられ、日本では和名として両竜と呼ばれることもあるそうね。特徴的な部分はこの細長いムチのような尻尾で、体は大きくても全体的に細く華奢だったようね。この尻尾は何か意味があるのかな？一説によると、尻尾の付け根には他にはない板状の骨に筋肉がついていた痕跡があり、尻尾を本当にムチのように振り回し敵を追い払っていたのではないかと考えられているわ。その長さから推測するに、全力で尻尾を振り回した時の先端は音速を超えるとかなんとか。絶対痛いなんてレベルじゃないでしょ。他の草食動物と同じように群れで敵から襲われないように身を守っていたんだけど、それでも強大な肉食恐竜から身を守るためにそれなりの武器を持っていたのかもしれないわね。オーバーキルじゃないのこんなの。ちなみに復元骨格を見てみたい人はドイツのフンボルト博物館やイギリスのロンドン自然史博物館などで全身骨格を見ることができるわよ。次に第8位はスーパーサウルスよ。名前適当すぎない？
スーパーサウルスは、中生代ジュラ紀に北アメリカ大陸に生息した特大の竜を意味する名前が付けられていて、そのサイズは約33から34メートル、体重は32から36トンにも匹敵する特大サイズだったわ。ついにシロナガスクジラの最大サイズに並んじゃったぞ。ゾウと比較すると、このサイズを維持するために1日約500キロもの草を食べていたのではないかと言われているわ。めっちゃ大食いじゃん。でも大きいからっていう特徴だけでスーパーサウルスがありなら、ハイパーサウルスとかウルトラサウルスもいたりするんじゃないの？なかなかいい推測ね、タヌキさん。でも実際にウルトラサウルスって名前の恐竜が出てきたことがあるのよ。やっぱり。1979年アメリカのコロラド州で巨大な恐竜の化石が見つかり、当時発掘されたものの中では最大級のものだったことからウルトラサウルスと呼ばれるようになり、研究者はなんとか6年の歳月をかけて学会への発表にこぎつけたわ。ふう、ここまで来るのにいろいろあったけど、なんとか発表もまとまったぞ。これで私のウルトラサウルスが人類の歴史に名前を残すことになるんだ。さっきのウルトラサウルスの発表聞いてましたが、とても良かったです。ああ、そう言ってもらえると嬉しいです。でも、一つ気になったことがあるんですが、あの化石ってスーパーサウルスと似てません？他の研究者が入念に調べた結果、この化石はスーパーサウルスの脊柱であるとされ、ウルトラサウルスは実はスーパーサウルスだったというオチがついてしまったわ。いろいろと残念すぎるエピソード。次に第7位はマメンチサウルスよ。マメンチサウルスは中生代ジュラ紀中期から後期の中国大陸に生息していた最大級の恐竜で、その体長はおよそ20から35メートル、体重は27トンもあったと言われているわ。なんだか首の長さが尋常じゃなくない？そうなのよ。この恐竜の最大の特徴はその極端に長い首で、首の長い草食恐竜の中でも種類によっては全長の半分以上も首が占めているほどで、竜脚類の首の骨は15個以下が普通なんだけど、マメンチサウルスの骨は19個ととても多く、博物館に飾られている写真を見てみれば一目瞭然、その長さがよくわかるわね。今まで紹介した他の恐竜よりも圧倒的に首だけ長い。もしかしてこれってキリンと同じで高いところの草を食べるためにこうなったのかな？かつては他の草食恐竜も含めそういう風に食事をしていたのではないかと考えられていて、マメンチサウルスが生息していた古代の東南アジアにも背の高い木が生い茂っていたんだけど、地球の重力や首への負担を考えると高い草を食べるために上に首を伸ばすのは難しく、実際のところは高いところにある草を食べるためではなく、高いところから見下ろして餌を探し、食べ物を探し回って無駄にエネルギーの消耗をしないようにするための進化ではないかとも言われているわ。なるほど、餌を食べるんじゃなくて探すための進化とは思いつかなかった。ただこのように首だけが異様に長い恐竜が中国大陸に集中していることから、環境や植生など他の大陸にはない何かが影響している可能性はありそうね。次に第6位はフタロンコサウルスよ。フタ口コンロ？フタ口コンロじゃなくてフタロンコよ。一般家庭の台所じゃないんだから。フタロンコサウルスは白亜紀後期に南米に生息していた大型草食恐竜で、その体長は26から35メートル、少なくとも30メートル以上はあったと推定され、体重は29から50トン。これまでに発見されている大竜脚類の中では2番目にほぼ完全な骨格化石が見つかっており、2007年にパタゴニアの北部アルゼンチンで全身の骨格の 70% が見つかっているわね。これまで紹介したのと違って少なくとも30メートル以上はあるんだ。まだ足や尻尾など一部の化石が見つかっていないんだけど、カナダのトロントにあるロイヤルオンタリオ博物館には組み立て骨格も展示されているわね。ちなみに名前の由来は？名前のフタロンコだけど、これはアルゼンチンの先住民族マプチェ族が使っていたマプチェ語に由来し、フタは巨大を表し、ロンコはチーフ、つまりリーダーを表しており、巨大なリーダーを冠する恐竜ということになるわね。次に第5位はサウロポセイドンよ。サウロポセイドンは中生代白亜紀、現在のアメリカのオクラホマ州あたりに生息していた草食恐竜で、ブラキオサウルスと同系統であり、そのサイズは約27から35メートル、体重は50から65トンにもなるわ。体長もすごいけど、ポセイドンってなんだか壮大な名前だな。
初めて発見されたのは1994年のことで、アメリカのオクラホマ州にある刑務所の中で4つの巨大な頸椎の化石が発見され、2000年に研究者がブラキオサウルスに近い新種としてサウロポセイドンプロテレスと命名。命名の理由としては、きっとこれだけ巨大な恐竜だったら地震のような地響きを立てただろうということから、ギリシャ神話の怪人ポセイドンの名前が付けられたわ。ブラキオサウルスでも25メートルなのに、それより10メートルも大きいならポセイドンも納得。全容については、発見された化石の数が少ないことから、多くの謎に包まれているものの、首の骨だけでも大きいもので 1.4 メートルもあったことから、化石を受け入れた館長も、最初は何の骨かわからず、木の幹の化石だと勘違いしてしまった、というエピソードもあるほどなのよね。他の化石も見つかったら、もっと上のランキングに入る可能性もあったりして。次に第4位はプエルタサウルスよ。プエルタサウルスは、白亜紀後期のアルゼンチン、パタゴニアに生息していた草食恐竜で、その大きさは、推定35から40メートル、体重は50から100トン。ついに、40メートルサイズの恐竜が。というか、体重も100トンってヤバすぎない？化石が発掘されたのは2001年のことで、4つの椎骨が発掘されていて、胴椎だけでも高さ1メートル、幅は 1.7 メートルにもなり、これは恐竜の中でも最大級のものになるわ。これを発見した古生物学者も、これに匹敵しうる恐竜は近縁種しかいないだろうとコメントしており、かなり巨大な恐竜だったのではないかと推測されているわ。え、でもこれだけしか化石見つかってないの？そうね。頭や体などの全容がわかる部分の化石は見つかっていないのよね。それじゃあ、本当は小さい恐竜の可能性もあるんじゃ。その可能性は否定できないわね。でも、この後のランキング上位の中にも出てくるんだけど、アルゼンチンには巨大な草食恐竜がゴロゴロいた地域でもあることから、このプエルタサウルスもそれに負けず劣らずのサイズだったのではないかと推測されているわ。次に第3位はパタゴティタンよ。パタゴティタンは、白亜紀後期に、アルゼンチンのパタゴニアに生息していた草食恐竜で、体長は、およそ37から41メートル、体重は69から77トンというアフリカゾウ10頭分に匹敵する重さになるわ。めちゃくちゃ重いし、この恐竜もアルゼンチンで見つかってるのか。2014年に初めて報告され、2017年に公式に記録されたばかりの新種の恐竜で、最初の推定では、全長40メートル以上だと見積もられ、地球史上最も大きな陸生動物ではないかという見解が出たんだけど、最大のものとするべきかは時期尚早だとして37から41メートルだという見方に落ち着いてるわね。逆にこれだけのサイズでも3位ということにびっくりなんだけど、なんだか全然恐竜っぽくない名前だね。パタゴティタンの名前の由来は発見されたパタゴニアの地名に由来しているわ。正式な学名はパタゴティタンマヨラムというんだけど、砂漠で発見された際に、研究者たちのお世話をしてくれた近くの放牧場を持っていた主人のマチョさんに感謝を込め、学名に入れたという、ほっこりするエピソードも残っているわ。マチョさんもきっと嬉しかっただろうね。は。ということは、僕も研究者さんに親切にしたら名前をつけてもらえるかな。その可能性はあるけど、学名にタヌキとかついたら微妙にややこしそうね。次に第2位はアラモサウルスよ。アラモサウルスは、中生代白亜紀後期、北アメリカ大陸に生息していた大型草食恐竜で、その大きさは、推定37から45メートル、体重は50トンもあったと言われているわ。ついに45メートル突破しちゃった。最初に発見されたのは、1921年、ニューメキシコ州サンフアンで、一部の化石が見つかり、1937年には、より綺麗な状態の化石が、ユタ州のノースホーン山で発見されたものの、その全体像は不明なままで、2011年には巨大な頸椎と大腿骨から全長は37から45メートルはあると推測され、史上最大級の恐竜であるとの分析結果が発表されることになったわ。ここまで来るともはや比較画像で人間がちっぽけすぎるサイズに。現在でも調査が進められているんだけど、部分的な化石しか発見されておらず、例えば歯の化石なんかは見つかっているんだけど、綺麗な頭骨も見つかってないから、どれぐらいのサイズだったのかという具体的な数字はまだ謎に包まれているのよね。ふむふむ、骨の大きさから大体のサイズを推測しているってことなんだね。そうね、現在わかっている生き物や恐竜の骨のサイズから大まかなサイズを割り出すから、
恐竜の大きさのほとんどは推定何メートルというざっくりとした表現になるのよね。ペロー自然科学博館では復元骨格が展示されているからいつか見に行ってみたいわね。最後に第1位はアルゼンチノサウルスよ。アルゼンチノ、これももしかしてアルゼンチンで。あら、わかっちゃった。アルゼンチノサウルスは白亜紀前期の南アメリカ大陸に生息していた草食恐竜で、その大きさは30〜45メートル、体重は80〜100トンという超巨体で、地上に住む動物としてはパタゴティタンをしのぐ地球史上最も大きな生物と言われているわ。これが地上で一番大きな恐竜。どれぐらいの大きさかというと、人間と比較するとこんな感じで、地上最大で体長7メートルのアフリカゾウや34メートルのシロナガスクジラと比較するとこんな感じ。そして肉食恐竜の中でも最強と言われたティラノサウルスと並べてみても巨大さは一目瞭然ね。どれも巨大生物のはずなのに、ゾウなんか蹴られただけですぐに倒されそう。アルゼンチノサウルスは脊椎骨、頸骨、不完全な肋骨、仙骨など一部の化石が発掘されていて、1個の脊椎骨だけで長さが 130cm、 頸骨は 155cm ほどにもなる巨大さで、他の部分の骨格なども復元したものがアメリカのファンバンク自然史博物館に飾られていて、最も巨大な恐竜の一種であるという見方と同時に存在しうる最大サイズの恐竜という見解もあるわね。これ以上のサイズの恐竜はいないってこと？やはりこれだけの巨体を支えるとなると重力の影響をかなり受けることになるからね。首への負担も相当かかるし、1日に1トンもの葉っぱを食べなければいけないわ。そんなに食べて植物なくならないの？アルゼンチノサウルスが生きていた白亜紀は二酸化炭素が現在の8倍あったと言われ、植物が大きく成長できる環境が整っていて、それに比例して草食恐竜も大きくなっていったわ。なるほどな。ちなみに今回はあえてランキングから除いたけど、さらに巨大な恐竜が2匹いたかもしれないのよ。え？そんな恐竜がいたの？まず1匹目はブルハドカヨサウルスね。これはインドに生息した巨大な恐竜らしく、そのサイズはアルゼンチノサウルスよりはるかに大きい40〜55メートル、体重は200トンはあったと言われているわ。めちゃくちゃ記録更新してるじゃん。1980年代後半に記録があるものの、それは正式な記録ではなく推定値も不確かなもので、現在は化石も洪水などで失われている可能性があり所在も不明。唯一残っているのは不明瞭な骨をスケッチした線画のみしか残ってないのよ。あらら。だから事実が確認できていないという点で除外させてもらったわ。そして2匹目はマラープニサウルスね。マラープニサウルスは実際に存在していればここまで紹介した恐竜よりも圧倒的に大きい。全長約60メートル。という巨大な恐竜だったかもしれないのよ。1884年に椎骨が発掘されたものの、現代に至るまでに化石の所在が行方不明になってしまい、証拠として残っているのは図面やフィールドノートのみという状況に。そのおかげでマラープニサウルスは巨大な恐竜の議論ではスルーされる存在になってしまったわ。それじゃあこの写真は？この写真は発掘されたであろう椎骨を復元したものなのよ。そうなんだ。60メートルの恐竜見てみたかったな。もしかしたら今後の調査で化石が再発見されるかもしれないから、それを楽しみにしましょうね。変な生き物チャンネル。以上が巨大な恐竜ランキングについての紹介よ。はあ、どれもロマンのある巨大恐竜ばかりだった。どれもこれも現存する動物のサイズをはるかに超えるような巨大な生き物ばかりだったわね。でもどうしてティラノサウルスみたいな肉食恐竜じゃなくて草食恐竜ばかりランクインしてたんだろうね。それは現存するゾウやキリンが巨大な理由と被ってくるんじゃないかしらね。詳しくは草食動物はなぜ大きいのかについての動画を見てほしいわ。ちなみに以前紹介したスピノサウルスの動画でも、今までの常識が覆ったニュースを紹介したように、恐竜の化石というのは全身の 70% 未満しか見つかっていないものも多く、研究の進展とともに恐竜の見た目や大きさ、生態の常識がひっくり返ることもあるのよね。これだけ科学が進歩しているのに。科学が進歩したことで明らかになってきたこともたくさんあるんだけど、それでも
現代の生き物から姿形を予想したり、過程の話がたくさんあるのも事実なのよね。だからこそ恐竜を研究し続けることは、真の姿を追求するロマンがあるのよ。ふむ、全身じゃなくていいなら、僕も大きな骨を見つけて学会で発表すれば、新種のスーパータヌキサンサウルスが図鑑になるかもしれない。それより、タヌキさんがそのまま学会に出た方が人生物として話題になりそうだけど。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Twitter もやってるので、そちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。